はい、いいい大橋正信でございまます。す。よろししくお願いいたしますこの動画の一つ前の動画タイトルは「丸山穂高氏政女党のごタごタを駐在」「トースポ」の記事を読んでの大橋正信の見解ということで動画を上げさせていただきましたがでその動画のコメント欄の中でですね、まあ、結構言われているものがあって。 まあ、総会は定例の第2水曜日に行うと、役員会で決定しているとのことなので、とか、うんと、あとはなんだっけな。月1で開催してきた総会、まあ定例化のことだと思うんですけど、まあそれをね、なんか、あの、その中で話し合われて、まあ、5月10日の総会というものを、まあ正当化、 するような内容のことを多分丸山穂高さんおっしゃられてたのかな。なんかその動画をね、あの見ろ見ろって言われてるんですけど、1時間あるんでしょちょっと申し訳ないんですけどね、申し訳ないけどもう見る気にならない <laughs>。うん。で、まあまあ、丸山さんの主張というのはまあまあ、おおよそわかりましたよ。あのー、まあ、定例会の中で、あ、ごめんなさい、役員会の中で、まあ、そういった話があったっていう流れなだだ,だとは思うんですけど、 まあ今までねあの月1でやっ,てやってきたから、まあ、その月1の定例会の中で、まあ、そういったものを設けるという話なんですけどもそもそもね月1の定例会総会、まあ、定例会と総会のその,うーんその区分けというかその違いというものも正直言うとその。 この規約の中で何も定まれて定、定められてないんですよね。まあ、総会と役員会のことは、あのー、定められてるんですけど、まあ、月一の定例会のことをも総会って含むんであれば、も総会でもいいんですけども、何にせよ、総会しかり、定例会、あ、ごめんなさい、えー、っと、総会しかり、と役員会しかり、それらを招集するのは、当主なんですよ。 で、今現在、大津彩香さんなわけです。これはもう、立花孫氏もそれ認めてるわけでね。で、立花孫氏ももう、近々のツイーでも、政治家女子48党高東の方の党首は大津彩香だって言ってるのに、よくわからんすわ。<laughs> 本当に、ま、そこはもういいとしてね。で、今ご覧になっていただいている、その政治家女子48党の規約は、これ、えー、っと、 まあまあ、大津屋明かしのその、党首や代表のね、ごたごた劇があったわけですよ。3月29日にね。その時に作られた、これ実質これ、無効の、無効である規約ではあるんです。3月29日より実施するって書いてあるんでね。実質これ、まあ要は当初斎藤健一郎という手で作っているや規約なんで、ぶっちゃけこれ無効なんですけども、でもね、まあ、 この、仮に、斎藤健一郎を党首とした、この規約ですら、えっと、どこだっけな、えっと、第5条か。議決期間って言ってね、党首は年、毎年1年の通常総会及び必要に応じて、 必要に応じてですよ。ね。臨時総会を招集する。当主はですからね。主語は。当主はですよ。ね。で、二に、当主は必要に応じてあの、必要に応じか、必要に応じ役員会を招集,集するなんですよ。だから、あくまでも当主なんです。ね。まあ、丸山さんが、まあ、好き勝手にね。 規約を、規約の内容を解釈するのは勝手ですけども、もうこうなってる以上は、月一だ、今まで月1やってたからもうつ、あの、5月10日でやるんだっていうのは主張,主張するのは勝手なんですけど、規約にはそうなってないんですよ。ね。で、なんでそんな丸山さん必死になってんのかなっていうのが僕はもう正直なところで、これうがった見方すると、もしかして丸山さん、あの、口座が凍結するまでは、丸山さん、 これ、あくまで僕の妄想ですよ。何の根拠もないですけど、丸山さんもしかして、政党交付金もらってたのかなって、あの、政治家引退してからも、定期的に。っていうふうに思っちゃうぐらい、なんでこんな凍結してから急に丸山さん帰国されてね、俺は副党資だっつってこんな振る舞いしてるのか、僕正直に腑に落ちないんですよ。で、今のまあ、 僕の妄想ですけど、妄想をこう頭の中でこう巡らせた中で唯一腑に落ちるのは今の現状で腑に落ちるのは口座凍結してどうにかこの口座凍結でなんだ口座凍結してしまったことによって党からお金がもらえなくなってしまったとでこれをどうにかしたいから帰ってきた。 って思うののが自然かなとこれでの僕の妄想ですよ何の根拠もないしこれが間違いない事実ですなんて言うつもりは全くないです。あくまでも妄想ですけどでもそう思わないと急になんで丸山さんこんな急に謝罪出てきたのかなっていうふうな疑問があるわけですよ。今まで全くほとんどノータッチだったのに。ほとんも全くと言っていいほど関わってなかったのに。 口座凍結されてから急に帰国してきて、選挙応援したり、中立だと言っておきながら、立花孫子や、相原美香さんに対する旗仕掛けをしているのかしているのかわからない状況。もうとにかく話し合いと言ってるような状況。で、なんかゴリ押しでなんか決めようという匂いがプンプンしてたまらない。全くもって、僕から、僕のこのうがった見方かもしれません。 奪った見方かもしれませんけど、とても中立とは思えない。本当に中立なんであれば、まずはやっぱり、必死に抵抗している、調査を虚偽している、この不自然な状況を、クリアにするのがまず先だと思います。これ誰がどう見たって、順序としてはまずそれが先ですよ。1、2の2 1人の、一にも2にも、必死に、命がけで、 大津彩さんからの調査を拒否し続けている立花孫子と愛原美香さんの異常なまでの抵抗。これを追求するべきですよ。丸山穂高さんが追求するべきです。なんでこんなに拒否してるんですかやましいことが何もないんであれば、捜査協力して、問題ないって太鼓判押してもらいましょうよって促すのが自然だし、 普通だと思うんですよね。そこに着手というか着目することもなく、ただ、総会開いて話し合いしましょう、説明してもらいましょうって。説明できるわけないじゃないですか。そこはクリアになってないんだから。金の流れがクリアになってないのに、何の説明をすることがあるんですか。まずはそこでしょう。お金の流れがまずね、明確になってクリアになって、そこからどうするかって話を進めるのが自然でしょう。 金の流れをクリアせずに、話なんか進められないし、進めるべきではない進めるべきではないですよここが今一番の肝なんだから。この肝の部分を放置しておいて、何をすることがあるんですかまずここですよ。肝である金の流れ。なぜ資金ショートしたのか日頃どのような金の使い方をしているのかどこに金が流れが、流れてしまっているのか どこからお金を調達しているのか、そこをまずはっきり明確にさせない以上、話は進まないし進めるべきではない。丸山さんほどの方がそこに気づいてないとはとても思えない。それをしてるんであれば僕はね、総会でも何でもするべきだ、話し合いするべきだ、説明するべきだっていう理由、あの、論拠は、論議や論法は、わかりますよ。 でも順番が違う。金の流れというものを明確にするのは1にも2にも先。それをしてからですよ。だし、すべてにおいて、定例会もそう、総会もそう、役員会もそう、党首の召集によって開かれるものであって、今現在、政治家女子48党の党首は大津綾香さんなんですから。 その大津彩香さんが招集していないものに関しては全て無効だし、話し合われたこと、決められたことは全て無効になりますから、そこは間違いないでください。緊急で動画を撮りました。以上です。